平平日本の皆さん元気でしょうか。脱走が主導です。いや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 。こういうこと。ナイスサーブ一点。ここを真ん中でラインで割ってこっち反面にした方がこっちまでボールしたら多分映らないと思うのでこっち反面でいいですか。 OK です。どうすかあのオブジェ。いやいや難易度高いっすよ2回目にしてはね。NASA の方がやるんじゃねえかと思ってたんだけど同じぐらいのレベルやね。いや同じっていうか2とにかくボールっていうかねその扱いがうまいんですよ。あ、うん、本当に、まあ、あの同じ背番号っていうのは新旧浦和の4番なんで。あ、はい、4番対決。4番対決。いやこれはもう4番元祖の4番僕ですからね。本田でもないからね。そう元祖元祖プリオですね。本田はちょっと失礼でね俺の番号を取ったりして取ったりしね。そう、カメラ絶対入ってます。おい7対6なってる。はい、ビキンだ。アウト。いいよ。アウトこれ来たよ。ナスこれは攻めないとよ。あもう1球入ったら攻めるから俺来た。もうしかも倒す。おお来た。もうしかも倒す。はい、トゥルノビッチ、いやーい、トゥルノビッチ、いやーい、ナスクだ。やっぱ世界の壁はでかいんだよ。すげーマジで。いいです、いいです。すげーなー、本当に。今日はもう坊主間違いないですね。最後は実際にお二人で試合をしていただきたいと思います。はいはいはい、レフリーちゃんとやってください。僕がやります。あれ危ないよ。さっきのちゃんと入ってます。ちょっとあのブイってあのカメラついてる。テニスのスーパータイブレイクという方式で試合をさせていただきます。はい、得点10点取った方が勝ち、はい。それまでチェンジコートとルールは全部テニスと全く同じで。わかりました。じゃあまずは最初。どっちがサービスか決めていただいて、はい、もうじゃんけん。分かった最初はグーじゃんけんもう一杯バーン。最初はグーじゃんけん。うわーい、やっぱ強いんだ俺は。もうこれやられるぞお前。おい、ボディーブロー、これボディーブローってやつや。サーブを交代します。大阪の海。あれ卓球じゃないわこれ。やられる卓球。うわ大阪の海。いやー、うわー、今めっちゃ走らせた。大阪の海ダメだったわ。やっぱトゥルノビッチで行かないとダメだ。意外とラリーすごいっすね。あのすごく見応えのあるラリーが続いていて、こんなでも続かないっすよね。あのびっくりしても、サーブもダブルフォード今のところないですし、いい試合だと思います。
ママバレだ、やばい、やられるこれ。サンキュー、わー頑張ったイエーイ。お前油断してんじゃないよ。どうすかここまで。本人には言えないですけど、うん、これワンチャンあるんですよ。なんでか知ってんすか。性格上大きいあのこのスマッシュとかあれで決めたいと思いがちだから、食いつけばもうどんどんミス。まあ見ててください。じゃあその隙をつくんですね。そうです。トゥリオさんマッチポイント。アウトじゃない？もうジョコ並みのヌルノビチ出します。はい。一番かっこ悪いパターンやこれ。もうギブアップすればよかったでしょ。言うこと聞きなさい。トゥリオの道、ナスコイさん、トゥリオさん、あの、今は10点マッチ、まあ負けましたね。もう一回お願いします。いやー、足りない、足りない、心に響かない。もう一回。いやー、それぐらいがいいね。やろう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 。これ勝ったら4番譲るわ。いいね。でも坊主は譲らないよ。走る走る、俺たち、アウトアウトアウト。諦めれば、おい、あぶら。あぶねえ。これきます。え、もうマッチポイントじゃん。もう考えてるよね。もうコメントは負け犬の。これだ、それだ、これだ、それだ、それだ、それだ。イエーイ、心折れただろう。いや、お疲れ様でした。一言だけ言わせてください。あ、先に、はい、どうぞ。一言だけ、はい、永遠にお前には負けん。いや、まだ負けてない俺は。何回も見直せ、これ。再生回数一人でも1000回ぐらいにしろ。いや、悔しいけど、参りました。いや、それぐらい強いよ。強いよ。強いよ。強いPaixão, amargura e desprezo. Esse alguém sou eu, vivendo sozinho, por alguém que não vive mais do meu lado. Será? Ué!